ついなぁ、やだなぁ。そうだ。綺麗になったぞ。あ、何もなくなった。さてと。来月10日までの予定で一般討論演説が始まりまして、初日にアメリカのレーガン大統領が演説するほか、翌23日にはですね、日本のクラナリ外務大臣や、ソビエトのシュワルナゼ外相が演説することになっておりまして、この間国連などを舞台にした米ソをはじめとする各国外相らによる個別外交が展開されることになっております。一方ですね、今度は、改めて示したもので、この交渉でソビエトは今年の1月15日にゴルバチョフ局長が発表した
核兵器の段階的撤廃という考え方に沿って、宇宙での核軍拡の阻止を前提とした上で、当面、相手の領土に到達する核兵器の 50%